どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回もジュラシックワールドエボリューションの実況をやっていきます。前回というかこう前回までですね、このジュラシックワールドエボリューションの世界には5つの島があって、その前回までで、1つ目の島イスラ・マタンセロス島、ここに書いてありますね、という島を、パークを作って管理してました。で、ようやくその島の評価が5段階まで行ってもやれるミッションもなくなってみたいな、もう恐竜も見つけられるものは全て見つけてみたいなことが、できているので、ついにね次の島に行こうかなと思います。で、島が今左上のここなんですけど、イスラマタンセロス島のイスラのかな、これイスラマタンセロス島、左上ですねにいたんですが、次解放されたここかな、イスラムエルタに行こうかなと思います。あと、合計6つあるのかな、見てる感じは。そんな感じがあるんですが、一旦、ムエルタの方に行きましょう。ここ終わったら次、右上の、このヌブラルというところに行きます。はい。ということで、イスラムエルタやっていきましょう。イスラムエルタ島は危険の多い島で、施設運営成功させるのは難しい。ビーチでは素晴らしい夕日を一望できる反面、激しい嵐に襲われることもたびたびあると。なるほどね。なんか嵐対策、なんちゃら城みたいな施設を作れるので、それを使っていくのが、ベターかなと思います。ということで行きましょうか。島に行く、えい。さあ、イスラムエルタ島ですね。イスラムエルタ島ではしょっちゅう気象事象に見舞われるだろう。ほら、嵐や異常気象とか、これ今ザ嵐だよね、多分。なんかいろいろやばいことやってるような。ご覧の通り、この島の天候は少し気分屋なんですよ。はいはいはい、修理が必要とか。壊れてしまったものの修理。なるほどね。多分デンジャーチーム電力ないと動けないんで、自分でやる必要があるのかな。ちょっと修理をしていきましょうか。コマンドクリエーション。じゃあまず一旦修理に向かいましょう。なんか上のゲージが多分どこに何があるよ、その修理してほしい場所があるよっていうのをあれだと思うんで、ひたすら向かっていきましょうか。あと一箇所かな。ここでっぽいですね。オッケー。じゃあこれで修理完了ですよと。今216万持った状態でのスタートなんですね。216万ドル。収益が少ない。これは多分今お客さんが来てないからっていうか、これ恐竜いなくね？恐竜いないね。今のうちに作っとくか。そうだね。トリケラ。トリケラ二人作っとくか。ちょっと一旦草食竜だけでいくかな。肉食竜とか高いからな。で、何の施設があるかをちょっと知りたいんですよね、まずは。観察ギャラリー、ハモンドクリエーション、レンジャー基地、変電所、あれ発電所もあるのか。ここに発電所があるのか。で、嵐災害対策所、ここに到着などね。あ、だいぶ長細いな、このマップが。日本の高知県みたいなのしてますね。でもあれだね。ちょっと待って。このオペレーション関係見ていくといいんだけど、調査センター、化石センター、研究センター、ACU センターがないね。これ欲しいよね。特に ACU センター欲しいよね。一旦。恐竜が暴れちゃった瞬間に、この街終わるからな。ここでいいじゃん、ここで。作る、作る。で、発電所ってここしかないのか。発電所なんか2箇所ぐらいやってもいいかなって思うんですよね。もう余剰電力ないし。そもそも。あ、シェルター開けとこう。どこシェルター、あ、これか。シェルター閉じます。開けるじゃないか。僕の思ってる開けると、このゲーム内の閉じるがちょうど反対なんだよな。反対意味、同じ意味をしてるんだよね。さあ、恐竜出たので開けていきましょう。はい、でこれでトリケラトプスさんが2人出てくるわけですな。で、
発電所をできれば僕は同じ場所にトン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 と作っていきたいわけなんですよね。ここに合わせて作れそうじゃない？通路は接続されていません。どこの話？あ、ここの話か。さっき作ったとこだね。ACU センターに通路がないよって話をしてるんだ。あれ？で、通路って、あ、これか。よいしょ。はい、OK。で、発電所を置けねー。あ、ここ置けるじゃん。よし。で、道を、ここからかな。伸ばしてあげようと。で、電力を供給する鉄塔をつないであげればいいのかな。よし。これで2箇所から電力は供給されることになるので、まあ、なかなか強固な電力システムになってるんじゃないかなってとこでしょうかね。で、あと ACU センターを作りたいんよな。あれ、ACU センターないよね、まだ。あ、作ったわ、ACU センター。あれだ、嵐災害なんちゃら城を作りたいんだ。これ、嵐災害対策場。上の方がかなり今、フルでダメージ負っちゃうので、この辺かな？あ、ここでいいじゃん。で、いいよね。はい。で、じゃあこれで一旦道はつながって、嵐対策も多分よしとされてるよね。で、こっから必要なのは何だ？あれか。化石センターとかを作っていきたいのか。この端っこならいいんじゃない？やべ、お金がない。4棟以上の負荷ね。よしよし。で？ああ、いいのか。発電所の余剰電力もかなり高くなってるからよくて。60もあるじゃん。すげえ。これじゃあ発電所から引っ張ってこないとダメだね。まあ、この真ん中に置いとくか。まあ、気に入らんかったら後で崩せばいいからな。電力なし。はい、電力いった。よし。じゃ、調査センター、これ化石センターか。調査センターも欲しいんだな。ただ、あれがあれなので、まだないので。お金がないな。これ、あれかな。ハモンドクリエーションラボで安めの。今って収益どんなもんなんだろう。ああ、1分1万か。めちゃくちゃ低いな。ニーズを、あれできてないのはどこだ？種類が少ないって言われてるんだ。なるほどね。で、施設評価。まあ、施設評価は正直仕方ないんだよな。まだお金ないから、物を置けないからね、施設を。一旦は恐竜の種類を充実させていきたいね。って言ってる間に、充実させれる、あれが、お金が揃ったので、孵化させていきましょう。で、まあ、これで少しでも収益を増やしてやっていきたいなーってとこでしょうかね。調査センターなんだよね、次。多分、作りたいのって。40万か。じゃあ、生まれたので、放っていきましょうと。これ今、2種類になったのかな？この、ストルティオミムスとトリケラトプスですね。で、これで3体になって収益がちょっと上がったのかな？ 1 万8000。ちょっと何とも言えないな。あとあれか。餌ゾーン作んないとご飯あげられないな。ちょっとやる。これを見てください。あなたが気に入りそうなゲストの新しい数を契約500でまです。増やす。え、今ゲストは？あ、300な、意外といるね。あ、全然いないと思ってたよ。お金がやっと10万までいった。あと5万ぐらいかかりますね。フィーダーを置くには。これですね、草食獣フィーダー15万必要なんで、ちょっと待ちです。よし、15万確保。
ということで、ご飯を観察ギャラリーの前に置きましょうか。これで草食竜たちのお腹ペコペコ度は解消されるはず。あれ？次何しようか。あれだ、調査センターを置くまでまたお金を貯めなきゃいけないですね。この契約を結ぶことを強制はできん。だができることならしたい。それほどいい内容だ。ストルティオミムスの個体を最低2頭売却か。全ての取引を監視してください。そうすれば問題はないでしょう。これですね。しかし失敗すれば、売却。次は真の一流捕食恐竜があなたの取引相手です。売却前提で話すならゲノムしない方がいいよね。多分一番安い感じで仕上げた方がいいと思うので、ノーゲノムでいきます。ノーゲノムで3万いいじゃん。だからストルティオミムスを2人2頭を放って売却かな。育ち切ったよと。2頭目ね。はい。で、今恐竜を放つも同時にやれてるので、よしよしと。練習センターのヘリコプターで、これとこれね、2頭沈静化させて、まあ、売却しようという算段でしょうかね。今2頭ともお眠りになったので、売却。売却。はい、って感じでしょうか。まあ、ストルティオミムスちゃん3万ドルで、孵化させることができて、で、今2万ドルで売却なんで、マイナス1万。で、それが2頭なんで、マイナス2万なんですが、ミッションの報酬、この恐竜の売却のミッションの補充で4万5000なんで、まあ、トータルで見ると2万5000のプラスになるかなと思って、まあ、トータルでプラスになるからいいかなと思って、今のミッションを受けてやりましたね。まあ、あと、ついでに恐竜を放つのミッションもクリアできますし、まあ、一石三鳥ぐらいかな。2兆か。2兆ぐらいでしょうかね。お金が増えて、あ、3兆だ。お金増えてミッションクリアできて、他のミッションの、条件もちょっと満たせるという感じです。ちょっと次15万ぐらい貯めて、ショッピング用に、ちょっとご飯をね、ショッピングっていうのもおかしいか。ファストフード、買おうかなと思います。これでファストフードを建築して、まあ、こっからね、まあ、一定の収益を得つつって感じにしようかなと思ってます。ちょっとお客さん的には今のところ食料品含めた、なんだ、店舗がないんで今のところ、そのニーズを満たすためにも、一役買ってもらおうかなということで、今回作成しましたね。で、あとは道をつなげばいいのかな。はい、ということで、じゃああとは道をつないで、出来上がりと。どうだろう、どんくらい人来るんだろうな。恐竜バーガーセットでちょっと一旦様子を見てみるか。よし、この価格設定でいこうか。1パターン25ドルか、そんなに大きくないけど、まあお客さんの満足度を高めるためと思っていただければいいかなと思います。はい、これ食べ物評価、飲み物評価若干上がりましたからね、楽しさ評価含めて。まあ、あとトイレが欲しいところであるかもしれませんが、トイレは我慢してもらって、はい、って感じでしょうか。